2024年3月23日土曜日と3月24日日曜日には数々のエキサイティングなイベントや放送が予定されています。この記事ではその情報と興味深い視点を紹介します。まず3月23日土曜日の朝、フジテレビ系で放送される番組に注目です。6時から8時30分までの時間帯には番組表と公式 X に和とグループ名が掲載されています。これは トベファーススーパーライブ東京ドームパークに関連する話題が取り上げられる可能性があることを示しています。また、同じく3月23日土曜日の13時30分から14時の時間帯には、平野からで CM デジタルハリウッド大学が取り上げられます。CM インデックスがホームドラマで無料放送される予定です。この番組では、CM デジタルハリウッド大学に関する興味深い情報が提供されるでしょう。さらに、 3月23日土曜日の20時から21時には、フジテレビ系で新しい鍵で学校各連合企画に参加した岸優太くんの過去出演会の VTR が一挙公開されます。この特別番組では、生徒たちが大列挙した瞬間や貴重な映像が放送される予定です。岸優太くんのファンなら見逃せない番組ですね。そして、 3月23日土曜日の21時からは、飛べ公式の体育トークアカウントで飛べハイスクールの生配信が行われます。さらに、3月24日日曜日の21時からも、同じく飛べ公式の体育トークアカウントで飛べハイスクールの生配信が行われます。これらの生配信では、飛べハイスクールのメンバーや関連情報が紹介される予定です。ファンの方々は、ぜひチェックしてください。以上が、 2024年3月23日土曜日と3月24日日曜日の注目すべきイベントと放送の情報です。ナンバーアイのメンバーが出演するなど、詳細はまだ明らかにされていませんが、この2日間は素敵な1日になることでしょう。ナンバーのファンの皆様にとって楽しい時間を過ごせることを願っています。このチャンネルでは、ナンバーのファンの皆様を応援するために、様々な動画を配信しています。 ぜひチャンネル登録をして最新の情報をお楽しみください。最後に皆さんに質問です。あなたはこれらのイベントや放送に興味を持ちましたかナンバーアイのメンバーについてどんな情報を期待していますかまた最近のイベントやトレンドについて何かお知りですかぜひあなたの意見や感想をシェアしてください。楽しいディスカッションが生まれることを期待しています。これらのイベントや配信について どのような期待や予想をお持ちですかまた、ナンバーについてのお気に入りのエピソードや思い出はありますかぜひ、コメントや感想をお寄せください。それでは、楽しい週末をお過ごしください。